塩江ブレイザーズ対広島ホークス、まもなく後半戦を行います。さあ、審判団フィールドに戻りまして、これより後半戦再開の時を控えております。前半戦双方とも、守備堅調な状況がありましてか、無得点という状況に陥っております。共に突破口を見出せない状況にありましたが、後半戦その突破口をこのハーフタイムで双方策を講じたと思われます。それが実りまして突破口を見出せるのは果たしてどちらとなるでしょうか。吉井さん止めてください。現在フィールド上はクロックの調整を行っております。定義を行います。テストの結果、メインディスプレイ上の掲示が稼働しましたので、こちらを使用させていただきます。後半戦はメインスタンドにあります、表示板の方の時計の方で進行が進む形になります。前半を終了し、ただいまでの得点は両チームとも無得点、0対0の無得点です。さあ、後半戦が間もなく開始という形になります。後半戦は昭和ウザーズのキックオフで試合再開という格好になります。広島ホークスのレシーブです。キックオフしますのは昭和25番の杉です。松山大学出身です。松山大学も人員不足で非常に厳しい状況が続いておりますが、現在も部が存続しております。この11月3日には関西の有志の学生たちと含めまして6人制での試合を行ったと聞いております。これをきっかけとして復活を期待したい松山大学ブルーアローズでもあります。ウェブレザーズキックオフ。広島リターンに入りました。左方向を狙う形でフィールドを横切るように自陣28ヤード付近確保し、この位置から広島の攻撃で始まります。後半戦は広島から攻撃開始となります。ブレイザーズのキックオフボールを広島ホークスリターナー39番酒井選手がキャッチ、約10ヤードのリターン。広島ホークス自陣28ヤードからファーストダウン10。28ヤード付近でファーストダウン。さあ、まず中央へランニング枠を突入させました。キャリア39番、密集点突破を図りましたが、これは昭和立ちはだかりましてノーゲイン、セカンドダウンに変わります。キャリアは39番の酒井でした。島根大学出身、昭和ベイザーズ49番、ラインバッカー北川博明選手がタックル、ノーゲイン。広島ホークスセカンドダウン。広島ホークスセカンドダウン10。ファーサーランバック39番、ハンドフォークました。今度は右方向を突きました。相手ディフェンス迫る中、鮮やかなカットを右に展開し、タックル弾きながらセカンドエフォートで攻撃権更新を果たしております。広島ホークスファーサー、見事なラン展開しましたのは広島ホークス39番の酒井です。島根大学出身。広島自陣43ヤードからのファーストダウン10。さあ、再び密集点へランプレー、同じくキャリア39番に託しております。オフェンスラインともども約3ヤードのゲインを果たしております。後半戦はこの39番の酒井を中心に展開していく模様です。広島ホークスセカンドダウン7。さあ、再び中央へのランプレー、今度は右サイドを突きました。
ラニバック39番の突進によりましてこれも約5ヤードの獲得となっております。さあ酒井ここまで立て続けにボールをキャリーしています。ファーストまで残り2ヤード。広島ホークスサードダウン2。ファーストまで残り2ヤード。ナイスファースト。ここもランで突破しました。キャリア20番ハンドオフを受けまして中央に突入。一旦はタックルされましたがそれを弾き飛ばしセカンドへ放送で見事攻撃権更新です。広島ホークスファースト。ここは20番の玉山が打ちました。京都教育大学出身です。さあコツコツとランを重ねました。相手陣に入りました。広島相手陣43ヤードからのファーストダウンテ。さらにランを重ねます。ここで今度は右サイドつきましてオフェンスラインとともになだれ込むように約6ヤード獲得しております。ここでホイッスルが鳴っています。現在審判団状況を再協議している模様です。ボールをファンブル。このボールをどちらが押さえたかという先ほどのダウンプレーでどうやらファンブルが発生していた模様です。ファンブルがあった場合はそのプレーは、停止せずに継続という格好ですが、ボールキャリアが膝を先についていたならばこのファンブルはその前にプレーが終了するため、ファンブルとしては成立していません。この判定が果たしてどちらが早かったかという協議を現在行っている模様です。先に膝をついていたということでそこでプレーが終了していました。従いまして、ランプレーが成立しセカンドダウン3で試合再開となります。さあ結果的に7ヤードゲインになりまして広島セカンドダウン3の状況で試合再開です。さあ再び中央へのランプレー。今度はしかし翔へ飛びました。ランニバック20番ハンドオフから密集点突入しましたがしかしこれは翔へが押し返しサードダウンに変えます。ここは70番、冒頭にもインタビューをお答えいただきました、翔への70番の田原素晴らしい形で対応しましてこのランのホールを塞ぎノーゲインとしています。広島サーダウン3。さあ今度は左側をついて見事攻撃権更新です。広島ホークスファースト。今度は20番がハンドオフを受けてから左方向にカットバック切りまして見事攻撃権更新果たしております。現在フィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトを取られております。広島ホークス0対0の無得点です。先ほどのプレー中央をつきましたがわずかにファーストには至っていない模様。ラストダウン。さあ広島この後半戦最初のシリーズ中央のランプレーで徹底的に押し込んでいっております。オフェンスラインマンも非常に力強いブロックが展開されておりまして翔へのディフェンスラインを圧倒しつつじわじわと相手陣に攻めるそのような攻防が現在続いております。さあ試合再開となります。翔へ
失礼しました。攻撃権更新になっておりません。フォースダウンとなっています。フォースダウン残り1ヤードの状況、プレーします。フォースダウンギャンブル。さあ未シュートいった、判定どうか。どうだ、ファースダウンを取ったか。さあ審判団現在協議をしておりますが、攻撃権更新になっておりません。このランプレー阻止されまして、結果的に4回目の更新ならず。攻撃は攻撃権ここで喪失しまして、攻守交代。攻撃権はテイクオーバー変わりまして、翔英に攻撃権移ります。この状況は翔英ディフェンス食い止めました。さあ翔英攻撃権取り返し、自陣34ヤードからの攻撃に入ります。翔英ブラザーズファーストダウン10。さあトラブルが発生している、判定どうなるか。ターンオーバー、広島ホークスが抑えターンオーバー。ここで翔英に大きなミスがありました。センターからクォーターバックのスナップが大きく後逸する形になりました。クォーターバックなんとかそれを抑えんとしましたが、それを確保する前に広島が抑えまして、ここで攻撃をダッシュする形に成功。ファンブルリカバーによるターンオーバーで広島に攻撃権移ります。本日の試合解説、説明しておりませんでしたが、冒頭にいただきましたメンバー表からチーム躍進の重要なキーマンでありました翔英のクォーターバック山西が本日は試合欠場という形になっております。この点が大きく影響する試合展開のように感じております。広島ファーストダウン10。さあランプレーから入ります。好調のランを再び展開し始めました。今度はキャリア39番左オフタックル付近駆け上がりまして5ヤード獲得しております。キャリア39番酒井、ここでもまず最初の1手目5ヤード前進と変えました。広島セカンドダウン5、ボールオンは相手陣17ヤードの位置になっております。パス不成功の判定です。クォーターバック18番プレイアクションから右にロールアウト、そこからパスランのチョイスの中パスを選択しました。ターゲット8番でしたが、しかしこれはディフェンスカバーしておりパス不成功、サードダウンに変わります。満を持してのパスプレーでしたが、これはなんとか翔英阻止しました。さあ広島サードダウン5、さあランプレーで突破上がりましたが、これは翔英食い止めます。何枠39番ハンドオフから右オープン展開図るところ、その後ろから翔英49番見事に追いつきまして1ヤードのゲインにとどめております。オースダウンに変わります。素晴らしいパシュートタックルを決めましたら49番の北川でした。滋賀大学出身。さあ広島オースダウン4、ここで体系変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス32ヤードのフィールドゴール、キッカー19番の花岡決まるでしょうか。どうだ、キック成功、フィールドゴール成功です。広島このフィールドゴール31ヤードのフィールドゴール決まりまして3点獲得になりました。これにより広島ホークス3点、翔英ブザーズ0点、ついに均衡を破りまして広島が先制点を挙げる形に成功しております。さあようやくといった格好で試合が動きました。
第3クォーター残り時間4分46秒で広島、キッカー19番の花岡見事フィールドゴール成功させまして先制となります。3点を挙げる形に成功しております。さあ動きました試合、ここからどのように展開していくでしょう。その得点を挙げました広島ホークスのキックオフで試合再開となります。さあ翔英リターンに入ります。中央付近駆け上がりまして翔英陣自陣25ヤード付近確保し、この位置から翔英の攻撃という形に変わります。広島ホークス得点を挙げました。広島ホークスのキック。さあ先制点を許す形になりましたが翔英ここから反撃になるでしょうか。先ほどご紹介させていただきましたが、本日はチーム躍進の原動力でありましたクォーターバック山西が欠場という形になっております。そのために試合の冒頭からこの試合を指揮しているのはバックアップクォーターバック3番の後藤です。近畿大学出身、同じく後輩にありますその後藤の指揮がこの今後のチームの縁に関わる非常に重要な一戦とも見えるかもしれません。なお先ほどのキックオフでキッキングチーム広島にオフサイド、ボールが蹴り出す前にボールより前に出ていたというフライングの反則がありましたが、リターンで終わりました地点より5ヤード進んだ格好でその翔英は攻撃を継続する形になっております。したがいまして翔英自陣30ヤードの位置に進みましてのファーストアンテン。キュービーサークォーターバック3番下がりましてパスを投じんと構えましたが、そこに広島57番が殺到しましてキュービーサーク、パスを投じる前に下げましてセカンドダウンに変えます。見事キュービーサークしたのは広島ホークス57番の手塚、広島大学出身のチームキャプテンです。先ほどもご紹介しました今年、先日の、昨日の全日本トーナメント、1回戦見事に突破しました広島大学の OB です。翔英セカンダー。さあ中央へのランプレー展開しましたが、これも広島の4番が見事対応しましてゲインは3ヤードにとどめました。タックルしましたが冒頭のインタビューにも答えました4番のウェアです。明治大学出身のバイスキャプテンです。翔英ブレイザーサードダウンファーストまで残り7ヤード。翔英サードダウンセブン。さあトラブル発生しているが判定どうか。ターンオーバー、攻守交代になりました。クォーターバック3番パスを投じんと構えましたがプレッシャー殺到、なんとか振り解き投じんとするところ、そのボールをファンブルしました。ファンブルフォースによって点々としたボール最終抑えたのは広島、したがってここで攻守交代です。ターンオーバーになりまして広島に攻撃権が移ります。26ヤード付近へファーストダウンです。さあ広島結果的には相手陣26ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。ナイスラン。第39番ハンドオフを受けまして右オープンを展開、ディフェンス村上だが見事なステップワークで右オープンを展開しタックル振り払いで約8ヤードのゲインを取っております。見事テクニカルなランで右オープン展開し攻撃を前進進めましたのは39番の酒井です。島根大学出身のプレイヤーです。
貨幣ながら常に中四国に逃げ出せる島根大学ウォリアーズの OB でもあります。ファースターを取ったでしょうか。さあ中央のプレー、しかし攻撃権更新には至っていない模様。サードに変わります。ファースターには至っていません。ストーリープレーチャンスの早いディフェンスになりまして、約2ヤードのゲームに抑えられています。広島ホークスサードダウン、ファースターまで残り1ヤード。広島ホークスサードダウン残り1ヤード。さあミッシュといった、攻撃権更新、ファースター広島ホークスランニングバック20番、ここでランニングバック20番右オフタックル付近に突入しまして見事攻撃権更新果たしております。広島ホークスファースター、見事この大役果たしましたのは広島ホークス20番の玉山です。京都教育大学出身。さあ攻撃権更新になりまして、ファーストダウン取った広島、相手陣14ヤードからのファーストダウン10。まだ行く、一気にいった、タッチダウン広島ホークス、タッチダウン。ここで広島ラン39番が決めました。ハンドフォークで左奥タックルに突入、相手タックル受けましたがそのまま一気にエンドゾーン駆け抜けましたタッチダウン。広島6点追加となっています。そしてタッチダウンとのトライ4ポイントに入ります。さあどうだ、キック成功、1点追加、広島ホークス10点、ショーウェーブザーズ0点、広島タッチダウンでリードを広げる形に成功しております。ここまでランプレー重ねた広島、最後もランプレーでこのシリーズ決着しました。一旦はその穴閉じんというところ、それを見事こじ開けまして39番、一気にエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。素晴らしいランでタッチダウンを上げましたのは39番の酒井でした。島根大学出身。得点を挙げました広島ホークスのキックオフ。さあタッチダウン重ねました広島ホークスのキックオフで試合再開となります。広島徐々に優位な状況になってまいりました。この試合広島勝ちますと最初にご紹介した通り 2位のチームが並ぶ格好になります。この得失点差が大きく順位に影響する、そのような可能性も出てくる展開になってまいりました。広島のキックオフ、ショーへリターンに入ります。このリターン広島カバーしまして、ショーへは自陣22ヤード付近からの攻撃となります。自陣22ヤード付近よりカースター翔英反撃になるでしょうか。自陣22ヤードからのファーストダウン10。ボールファンブル、トラブル発生している、判定どうか、ターンオーバー、ターンオーバー、翔英ランプレーを展開しようとしましたが、ここでボールを南脇がファンブルしました。それを抑えたのは広島、したがってここでターンオーバーになりまして攻撃権が移り、広島ホークスに攻撃権変わります。広島ホークス敵陣26ヤード。さあ再び広島の攻撃です。広島相手陣26ヤードからファーストダウン10。
これは翔英がまず食い止めます。ラニバック20番にハンドオフ託しまして右オフタックル突入されましたが、ここは翔英の54番が見事に対応しこのランを阻止してセカンドダウンに持ち込みます。素晴らしい対応をしましたのは翔英の54番の中村です。近畿大学出身翔英ブレイザーズ54番中村航選手がタックルノーゲイン。広島ホークス第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターおりまして翔英ブレイザーズ0点、広島ホークス10点で、これより双方向きを変えまして最終クォーター第4クォーターに移ります。10点のリードです。